みなさん、こんにちは。しおりーちゃんだしほと、りんみーです。はい、というわけで今回ですね、私たちの学校の話について語りたいと思います。はい。で、なんとね、目になんかゴミがいた。の学校は、7月に入って、なんと、毎日、短縮日課です。イエーイ毎日早いんです。4時間、毎日4時間時間、ね、毎日です。7月毎日6時間だったのが4時間時間、でそのまま夏休みに入っちゃいます。なので1ヶ月まるまる短縮なの。でも2日はね、最後の2日は11時半ぐらい。あ、まあ午前中さらに短縮でしょ。それは前から短縮だけどね、1日から短縮って今年初めてじゃない？初めて。なんとこれはね、うちの学校クーラーがないんですよね、なので暑い。そのなんていう熱中症対策として。君はね、4年生になったらクーラーつくよ。私が6年生だった。6年生が中1。あ、じゃあ2年後なの？来年じゃないんだ。再来年？再来年か。そう、じゃあしおちゃんギリギリつくかつかないかぐらいか。そう、リミは間違いなくつきそうだね、さすがにね。いいな。100年後の学校はね、室内プールでね、エレベーターとエスカレーター。そうなんだ。え、そうなの？100年後だけど。言ってた？友達が言ってた。ほんと、そんな学校になるのか。でも100年後なんてね、もうみんな生きてないかもしれないもんね。100年後だよ。私10歳だから110歳。110歳なんてなかなかね。でも今100年まで生きる時代だから、ね、それをもっと追加して200年まで生きる時代かもしれない、ね、長く生きる時代だもんね。いろいろね、開発されてね。はい、そういうことで、学校の話をちょこっとしましょう。はい、ね、時間があるのでね。はい。で、最近といえば7月に入って、7月7日は七夕です。七夕ですね。学校ってなんか七夕やるの？やります。うん、笹の葉来る。あ、来るんだ。もう来たの？うん。じゃあ笹の葉が廊下にずっと一本。あ、そうなんだ。一クラス一本で。お願い事したの？うん。私セルフサービスで今日やっと書いた。本当？じゃあ目がないんだよね、私。そうか。リミね。なんて書いたの？今日書いた。なんて書いたのか、じゃあ教えてください。しーちゃんと喧嘩しましょうよ。本当？本当にそれ書いたの？さっきまでこの動画撮る前から喧嘩してたよね。まだ叶ってないんだ。叶ってないの？7月7日。ミミ、叶えるように努力しないといけない。そうだよ。努力しないと叶う。なんで？なんで？本当に書いたのそれ？喧嘩しませんようにって。あだー。だって嫌だもん。ママに怒られたり、ちーちゃんに怒られたりする。でもさっきも喧嘩してたよね。うん、この動画撮るときもママに怒られて、喧嘩してたから。ね。ママもイライラするって言われた。そうだよ。だっていつもさ、くだらないことでさ、喧嘩してさ、本当に。またママぶち切れになっちゃう。そうだよ。またぶち切れになっちゃうの。あのね、先生に見せたらね、リミちゃん意外って言って。意外って言ってた？なんで？あ、仲いいと思われてんのね。喧嘩なんてしないと思われてんのね。それが毎日すごいんですよ。毎日3回はするかも。本当だよ。もっとするんじゃない？ほっとけばずっとしてるじゃないの。ね。やばいよね。やばい。こんなにするのっていうぐらいしてるよね。うん、夏休みが心配だ。本当だよ。怖いわ。もうママも毎日イライラする。リミね、夏休みの最初の時にね、もう宿題終わらせる。ああ、じゃあ1日で終わらせてください。うん、そういう動画を撮りましょう。うん、夏休みの宿題1日で終わらせてもらうか。またまた去年もやってる。去年終わんなかったじゃん、結局。ねえママ、でもさ、1日で終わらせたら頭に入んなくなって9月から大変になっちゃうよ。そうなの？毎日ね、でもさ、自習学習をさ、毎日自分でやればいいんじゃない？宿題とは別に。やだ。別に宿題以外勉強しなくていいなんて誰も言ってないじゃん。うん、先生勉強した方がいい。自分で勉強すればいいんでしょ。夏休みに違ってないと。分かった、じゃあしほちゃんはマイペースでやる派？うん。
じゃあ、りみちゃんは1日でやるんでしょ。うん。りみちゃんの1日どうだったのか。私はね、うん、あの夏休みの最後の日まで宿題やる派だった。そうなのよ。去年はまだ良かったけど、一昨年とかなんて本当最後の日までやってたよね。え、去年も、あの、去年もやってたよ。最後やってたっけ。そっか、日記とか。音楽とか日記とか。ああ、そうだ。しほちゃんってそういうタイプだよ、なんかね。そうなの。パパそっくりなんでね、追い詰められないとできないっていう。ほんとパパもそうなんだよね。時間があれば、あ、まだ時間あるからいいやって思っちゃうタイプ。うん。ねえ、パパとしほちゃん。なんで私パパになったの。ねえ、夏休みって何日あるの。40日ぐらいあるかな。50。多分40。50はないんじゃない。50は、ね、絶対ない。30と10ぐらい。本当は2ヶ月以外には60日。こんな休みでどうすんの。60がいいよね。40日ぐらいでしょ。40日しかない。え、40日しかない、ね、なちどん。あ、じゃあしほちゃん、しほちゃん、しほちゃんのじゃあ七夕に書いたお願い事を教えてください。ね、未来が元気に明るくなりますように。一つ目で、未来が元気に明るくなりますように。すごいね。戦争とかなくなって、うん、みんなが協力するの。すごい。今も戦争ないじゃん。確かに。二つ目が、二つもあるの。うん、二つも書いたの、うん、楽しく人生を歩めますように。大きいね、目標がっていうか。お願い事が大きいね。もう人生なんだ。なんかしほちゃんらしいね。だって私ね、うん、何々になりたいとか何々に進もうとかそういう目標がない、夢がない、うん、だからこういうお願いしかできない。リミは夢あるの、そういえば。うん。何？あのね、トリミング。あ、トリミング。トリマーになるのね。なれるかな、なれるかな、トリマーに。だから白黒生きてたら職行ってね。白黒生きてたらリミが働いてるところってこと。うん、そうだね。白黒いくつ生きるんだ。ね、15年ぐらい生きてほしいね。な、20年生きてほしい。そっか、今の犬は20年生きようと思う。生きれるよ。頑張って、コロンのシロン。長生きするんだぞ。長生き、長生きするんだぞ。かわいい。コロンをここにいます。ママが抱っこしてます。だってご飯もあるし、ちゃんとこりゃ、ちっちゃいのできない。コロン来ました。ね、コロン来ました。でもコロンやっぱどっか行っちゃう。何の話だっけ。リミの夢を話してもらって、トリマーっていう話で、白黒仲良くしてねっていう話でした。ね、うん、ね、うん、はい、ということでね、夏休みをね、楽しく過ごせるといいね、今年も。うん、ね、はい。あ、宿題が心配、夏休みの宿題。まだね、夏休み全然予定立ててなくて、まあ、いつものことなんですが、我が家はね、あの、なかなか予定を立てないですよね。そうなの、何でも立てない。立てないよね。なんかもう突発的になんか明日行くよみたいな、うん、そうそう、なんかそういうことが多くて、前もってね、決めないんだよね。明日ママの誕生日だから、ハウステンボス行きようとか、このままあってよね。去年ね。そうだね、去年ハウステンボス行ったね。懐かしい。ママの誕生日で2泊3日。そう。なんで1泊じゃなかったの。遠いじゃん、だって。遠い。長崎だから。え、2泊だったっけ。2泊だったよ。2泊したんだよ。したよ、2泊。ね、うん。でもさ、1日目はもう着いたら、少ししたらもうお泊まりでしょ。うん。で、丸々1日遊べたのが2日目。でも3日目はもう帰る日だから、午前中だけ遊んで行くみたいな。そういう日程だったよね。あ、違うよ。レンタカー借りて、しろこだめ。レンタカー借りて。スクセンとか行ったよね。行っただよね。だから、そうだ、初日はスクセンとか行ったんだよ、リミ。覚えてる？覚えてないの？今年は急にどこに行くことになるかな。
今年はね、ハワイに行きたいの。ハワイですか、海外ですか、いきなり、うん、いや、あ、パスポート持ってないとダメなんだっけ。そうだよ、パスポート作ろう。え、パスポート作ろう。ハワイってさ、日本語、まあ、あのね、ハワイは結構日本人が多いから案外日本語も通じるんだよ。まあ、基本はあれだけど、英語だけどね。はーい、うーん、だね、なんか楽しい。北海道も行きたいな。北海道、北海道、北海道って何ですか。北海道に白クマみたい。白クマ、私お寿司食べたい。あ、お寿司ね。白クマみたい。白クマ、動物園行って白クマ見たくない。動物園、うん、だからシャンシャンみたい。パンダ、パンダみたい。上野動物園、上野動物園行きたい。パンダ見たの。うん、リミ、クマちゃん、クマちゃんに会いたいのか。でも一番好きな動物は犬、白から。白コロ、じゃあいいじゃん、我が家が一番じゃん。そう、我が家が一番の動物。白コロいるから。クマ、クマ、チロ、クマちゃん。でもチロンいるじゃん。クマちゃん。でもクマちゃん何？ねえ。行ってらっしゃい。絶対、絶対クマちゃん。はい、というわけで今回はですね、はい、私たち学校のことを話したんですけど、クマちゃん。あれ、なんか目が赤いよ。クマちゃん。クマちゃんに会いたいのね、白クマちゃんね。泣いた。泣いた。クマに会いたくて泣いたの。いきなりね、はい、あの、いろんな展開になって、ね、すいませんね、すいませんでした。はい、それではバイバーイ。こっち見て、はい、エトーリンだ。グミ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 ペア、サンジーだ、おやつだ、甘いだ。